桑田和子のオンラインミニ講義第78回です。今回はイノベーションの4回目、技術や道具のイノベーションについてお話をします。前回はイノベーションの種類の中で、3つあるうちの1つ、概念のイノベーションについてお話をしました。今回は残りの2つ、技術と道具のイノベーションについてお話をします。技術のイノベーションというと、どういうものがあったかというとですね、例えばコンピューターですね。コンピューターの登場によって計算、演算速度が格段に速くなり、そして正確になりました。で、この、速度が格段に速くなって正確になったことによって、数学ですとか物理学、あるいは天文学、宇宙物理学とかね、そういうものの発展につながりました。そして真実を解明していく、真実を追求していく、そういうアプローチですね、解明方法などのアプローチにイノベーションが起こりました。他に機械工学の発展によって大量生産というものが可能になりました。大量生産が可能になることによって、社会に対しての、いろんな影響が出たわけですね。で、他にも飛行機が作られて、私たちは空を飛べるようになりました。このように技術革新は、道具とか概念も変えていくんですね。蒸気機関車が発明されたことにより、長距離移動、鉄道などで長距離移動ができるようになりました。で、それまではごくごく一部の裕福なお金持ちの人たち、貴族ですとか、そういう人たちが馬車で遠くに行くことができたのが、蒸気機関車ができることによって、一般の庶民も汽車に乗って遠くに行くことができるようになったんですね。これによって旅行というものの概念も変わりました。他にはですね、インターネットですね。やはり私たちの身近なところでは、インターネットが出る前、できる前とできた後、これによって本当にすごく変わりましたよね。それもインターネットが、ごくごく一部の人が使っているだけではなく、本当に誰もが使うようになった、その普及することによって、それまでこう知識というのは本を読んで覚えるとかね、そういうものだったのが、もう記憶をしなくても、もうすぐにパソコンだったりとか、タブレット、スマホなどから検索をして、即座に調べられるようになったんですね。そうすると、知識というのは私たちは一生懸命覚えなくてもいいという、そういうふうに変わっていきました。で、他にも、遠く離れた海外、例えば外国にいる人とも、なんていうか、時間の差がなく、本当に昔だったら、かなり昔ですけど、中継とかでも結構遅かったですよね。なんかテレビとかで海外の人と中継をしているのを見ていると、すごく時間の遅れがあって、でそれから反応があって答えが返ってくるみたいな感じだったのが、今もう本当に、ね、こうやってインターネットで話をするっていうことが、ほぼ時差っていうか、時間の差がなく遅れなくできるようになっています。またもう非常に安価、安い価格でそれが可能になりました。本当に昔だったら、海外に、電話をするってなったら、ものすごい勢いでもうお金がかかるから、コレクトコールでかけてもらうとか、なんでしょうね、公衆電話からかけるときには100円玉を、私もやってましたけど、積み上げて、こうなんかどん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 入れて落ちていくみたいな感じだったのが、もうあれは一体何年前ですかっていうような感じで、あんな時代があったんだなっていうぐらいに、もう非常に変わりましたね。ですから、海外の人とこうお話をする、海外に住んでいる人とお話をするということにも、その抵抗なく、誰でもというか、機材があれば誰でも簡単にできるようになりました。で、そういうふうに変わったことによって、ネットの環境さえあれば、学ぶということもそうですよね。意欲を持って学ぶ気持ちがあれば、ネットがあればかなり自分でいろんなことが学べます。今本当に無料のものがたくさん出ているので、プログラミングを学びたいとかね、そういうふうに思ったら、自分でいろいろこう調べて学ぶっていうことができます。昔だったら、やはり一流の何かを学ぼうと思ったら、
まあ、そういう一流の人が教えてくれる学校に行くとか、そういう私塾に行くとか、やはりお金とか時間など条件の揃った人しか学ぶことができなかったわけですよね。それがこうインターネットによってかなり多くの人たちがハードル低く学ぶことができるようになり、学ぶということの概念についてのこうイノベーションも起こってきています。はい、このように技術や道具のイノベーションは、まあ、概念にも関わってきたり、概念の方がまた技術や道具を発展させていくとか、そういうお互いに絡み合っているものになっています。今また新しく私たちはこの世界の中がすごく変わっていく時代にあって、なんだろうな、前こうだったものがなくなっていくことが怖いというふうにばかり思わないで、どんなふうに新しい時代が変わって進んでいくのか、そこに目を向けて、自分の側もイノベーションしていく必要があるんじゃないかなと思います。はい、では今回はこれまでです。